救急蘇生法の指針2020市民用における主な変更点。反応があるかないかの判断に迷う場合、または分からない場合も、心停止の可能性を考えて行動します。電話のスピーカー機能などを活用すれば、通信指令員の指示を受けながら胸骨圧迫ができます。普段通りの呼吸かどうか判断に迷う場合、または分からない場合も、心停止とみなして胸骨圧迫を開始します。電極パッドや切り替えモードの名称は、従来の成人は小学生から大人に、従来の小児は未就学児に変更されました。電気ショックが必要な場合に、ショックボタンを押さなくても、自動的に電気が流れる機種、オートショック AED が2021年7月に認可されました。傷病者から離れるように音声メッセージが流れ、カウントダウンまたはブザーの後に自動的に電気ショックが行われます。新型コロナウイルス感染症流行期の留意点。自分がマスクを正しく着用できていることを確認します。人数に余裕がある場合、通報や救命処置を行わない人は窓を開けるなど部屋の換気を行ったり、多人数で密集しないように配慮します。反応の確認は顔をあまり近づけすぎないようにして、傷病者の肩を優しく叩きながら大きな声で呼びかけます。呼吸の確認は顔をあまり近づけすぎないようにします。胸骨圧迫を行う際、傷病者がマスクをしていれば外さずそのままにして胸骨圧迫を開始します。傷病者がマスクをしていなければ、胸骨圧迫を開始する前にマスクやタオル、ハンカチ、衣服などで傷病者の鼻と口を覆います。成人に対しては人工呼吸は行わず、胸骨圧迫だけを継続します。小児に対しては、講習を受けて人工呼吸の技術を身につけていて、人工呼吸を行う医師がある場合は人工呼吸も実施します。傷病者を救急隊に引き継いだ後は、速やかに石鹸取りを吸いで手と顔を洗います。手を洗うか消毒するまでは、不用意に首から上や周囲を触らないようにします。傷病者に使用したマスクやハンカチは、直接触れないようにして廃棄します。